ちかみちゃんとご飯行こうっていう話をしています。楽しみです。そのストラップのチャーつ久しぶり。あ、これバースデー以来着てなかったかもしれない。そんなことないかな。去年のバースデーの時に着たやつです。バースデーイベントの時。あきあのスキーを格安で譲っていただき、譲ってた、譲ってもらったけど、これ本当に大丈夫なのか、ま、使ってみるか、すさ。あれ 木じゃない。格安だからだ。<laughs> 不良品だよ。<laughs> でも伝わりました。ありがとうございます。<laughs> どうも。伊達島、横島、鹿島。大正解。<laughs> こんばんは。鹿島くんですよ。あやたんです。顔が三角。ほんとに 耳とかけてみる丸いよ。やっぱ丸いよ。怖い怖い。<laughs> いや、丸いだって。おばんです。いや、丸い。丸いっすね。YouTube の踊ってみた動画見たよだってあえ、なにこれあーちゃんだって。スナック好き。ありがとうこの服は、 私も結構お気に入りの方ですね。これよく見ると黄色が入ってるんですここ黄色。ちょっと見づらいね。黄色が入ってるのがすごい好きです。あ踊ってみるの効果がなかった。そういうことかあって三角形になったかなって思ったんですけど。はいアップグニキのね勝手に作ってみたえっとなんだなんていうのかなチャンネル ニキちゃんっていうチャンネルが YouTube にあるんですけど、それが更新されましてですね、トライアングル、<laughs> トライアングルドリーマー、トライア、トライアングルドリーマー、トライアングルドリーマーを、そう、踊ってみました。私の好きなニジコンさんですね。を、ニキ全員で踊ってみました。 振り入れ時間が2時間ぐらいで完成したので結構わちゃわちゃしてるんですけどちょっとアブガニキ楽しんでフリー入れをしてみたのでよかったら見てみてください。お願いします。すごいわちゃわちゃしてた。なんか今までにやったことないような曲やったからみんなで楽しくやらせていた。すごいね。ちょっと時間のないのこう切り込んじゃったのであれだったんですけど すっごい楽しかったやってみたかったんですよ。そう。やってみたかった。トライアングドリマ。はい。楽しかった。できると、もうかじカそわそわしてた。バレてる。そう私、フリーオーブエがすっごい悪いんですよ。そう、めっちゃ悪くて。赤島の間違い探ししてみてください。<laughs> ちょっと間違えちゃった。 これとかね。<laughs> そうそうそう、面白かったです。いや、でも、楽しかった。本当に、ずっといつも観客席の方、だから、うん。誰が一番早い誰が一番分の早い誰だろううん。二時間練習でもダメかいな。いやしかむえ二時間って、 短くないあれ、覚えられるみんな。はい、結構みなさん。頭いい。いや、覚えられてるメンバーいっぱいいましたよ。フォーメーションがあったり、こうね、動画をこう一から見てこうやって覚えなきゃいけなかったから、結構ね、私頭が悪いからね、ちょっと遅れを取りました。<laughs> もう本当に。ね <laughs>、間違い探ししながら見ないで。ごめん、ごめん、ごめん。そういう意味じゃない。 あ楽しどうも、おも頑張りました。お願いします。見てください。なんか、ティフ f はね、やっぱもっと、こう、皆さんにいろんな人にね、私たちのステージを見てもらうためにね、ちょっと、撮ったんですよ。<laughs> 見てください。お願いします。カ事です。ちょっとカ事中心に見ないで。だね。バレちゃうでしょすごい。<laughs> バレちゃうから、本当に。 全く覚えれんだって。一緒。ハイタッチっぺ。<laughs> 後輩に抜かれるカジマです。もう、すごい間違えちゃうんだから。いつも家に持ち帰って家ですごい練習するタイプなんです。<laughs> だから持ち帰らないとあんななっちゃう。いや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 、本当に。頑張ります。もうちょっと。ダンス。ダンスまダルマじゃないわ。うのうくの。 うかのうさのうのきぼのぬ。で、くつでかた。どこどこど中心で見ないちょっと。好きだから大丈夫。よかった。よかったよかった。<laughs> お願いします。<laughs> はい。ということで皆さん、家事のルームでございますが、え今日はお休みだったんです。まあ、 そうだから「朝一でねあもうすぐ皆さんに報告できることがあるのかそ,う、ね、楽しみですそして「あさイチ」行ってきましたけど終わってすぐお姉ちゃんと今日は予定をお姉ちゃんと予定を今日は一日一緒にいましたえ姉ちゃんと前々から 今日月曜日じゃん月曜日ちょっと開けといてって言ってあるところに行こうって話をしてたんです今日そこに行ってきましたみんなよさこいの練習しないといけないって言って <laughs> みんなしっかり覚えていかなきゃダメだぞうちみたいになるんじゃないよ <laughs> イエーイそうで、ね、ってこと姉ちゃんと一緒にいました今日はあるところというのは じゃんラウンドワンまあ、ここまでだったらいいですけど。ラウンドワンのメダルゲームーそう。カイジメダルゲームが好きなんです。最近。いや、昔ちっちゃい頃メダルゲームすごいお父さんとかと一緒にやってたんだけど、 最近、この、んちょっと前にお姉ちゃんと出かけした時に、ゲームセンターがあって、メダルゲームをやったらすごい楽しかったんです。で、姉ちゃんも、姉ちゃんの友達とメダルゲームちょっと流行ってるみたいで、そう。で、はい、姉ちゃん、メダルゲームに連れてって、って言ったら、ラウンドワンのあの大きいところに連れてってもらいましてですね、すごいいっぱいやってました。<laughs> そう。 メダルゲーム。いやー、楽しかった。うん、めっちゃ楽しかったです。いいね、メダルゲーム、やっぱり。良き、とても。どんなゲームするのなんかね、いっぱいあったんです。で、いろんなのやったんですけど、こうじゃん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 って。 入れるとうーんうーんってなってなっじゃう <laughs> 見えますかうーんってなってやつをこうギューッと押してじャーンって出てくやつ。わかるそうそう。そうそう。それをやりたかったの私はずっと。まあ昔からよくやってたけど あ、それ目当てていったわかんない。わかんないわかるわかるよ大丈夫。なんて言えばいいんだろうね。落とせやってそう。あ、結構みんなわかんない人いる。<laughs> ちょっと一回ダイナゴン消して。ダイナゴン消して、ちょっと。わかりますかあとも犬さん。かっこチュー ありがとうー <laughs> もらっちゃったタグチュそして、あいとっ,っちゃったあげちゃどこまでも行こうぜ。ありがとう感謝だね。なんかこういうやつあるじゃないか。こういくやつ。なんかさん、 この辺からメダル入れてさ、ギュッて押すとここからめ落ちて、ゲットみたいな。わかるコイン崩しっていうのかなあ、まず最初に、そうやったのが、あの、

最初は台の上に、あ、そう、最初は台の上に落ちるやつ。そう。最初は台の上に落ちて、そう、海物語り。<laughs> そ,れそ,れそれ、それ、それ、それをね、やったの。なんか、お姉ちゃんの情報によって、それは回転が早いみたいで。そう。<laughs> あ、アレクさんありがとうアレクさん、誰もだ。アレクさんが、転んだ。これありがとうございます。 <laughs> こんばんは、ショール開いた謎の音が鳴って <laughs>。あれあれ,あれ、あのね、メダルゲームに行ってきたんです、今日。ちょっとメダルゲームの話するね。そう。それぞれ。<laughs> いや、わかる人にはわかるんだ。<laughs> すごい。いや、これは分かんなくていいんだよ。分かんなくても大丈夫なやつ。違う、分かんなくて、普通が分かんないやつ。 っていうのやったんです。だから、トゥルルルトルトゥルトゥトゥルトルトゥルトゥルトゥってやつ。やったんです。メダルゲーム。ラウンドワンで。そうなの。で、なんか、こういうピンクの玉みたいのが落ちてて、メダルと一緒に落とさなきゃいけないんだけど、10個落とすと、くるくるくる。くるくるって。なんか、横の方でくるくる回ってくれるみたいな。 れで回ってバって入ると、ジャあって出てくるってやつ。そう。をやったんです。で、ほんとに回転早くて、コインもすぐ出るし、あの、十ゅ、弾も10個全部、落とせたんですよ。で、落とせると、ここね、ジャックポットに行けるかもしれないっていう。そう、ジャックポットチャンスみたいなやつあるじゃん。あれを、ガムでやったの。で、ジャックポットチャンスイエイってなったら、なんか、 パッて穴に入ったやつが、なんか20枚みたいな。コイン20枚みたいなやつ。で、はあ私すごい頑張ったのに。20? え ?20?20 <laughs> 20枚だよでそれ、その代割りだてしたよね。なんやねん、と思って。まあ、そういうやつ、そういうゲームなんだけど、そう、マリオのやつもあるの。で、マリオのやつはね、ちょっとね、 一番古いのしかなかったのね。新しいやつは、お姉ちゃんと久しぶりに初めて行った時にあったんだけど、それはやってたんだけどね。なかったんだよ。そこの、ランドワンには。そうなの。時間制じゃなかったな。普通にこう、買って、出てくるやつら辛かった。うん。泣いた。本当に。ミドルゲームの配信見たらキリンが、キリンがなかった。えに1枚から何枚稼げるかけって。 わあすごい。え、それ見たい。面白いかな。え、見たい、それ。北斗の系、あった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 。やってないわ、やってない、やってない。で、なんかもう二人で、うわーっと蹴ったんだけど、全然ダメで、で次何しようかなって思って待ったときに、なんだっけ、あれ。なんかすごい可愛いキャラクターが、画面にいるの。の画面系。それは、右のほっぺニキビやと。あ、これバレてる。ニキビできちゃった。 <laughs> そう。で、何っけ、画面でね、ピ,ピピピピってやるやつで、この真ん中のところに、ボールが、くるぐ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 るって回って、ぽって入っていくやつ。バンコンとぽぽぽって入っていくやつがあるんです。そう。そうなの。で、私が、その、 画面のゲーームモードでビンゴ、ビンゴやってたの。ビンゴな、ビンゴじゃない。ビンゴ。ビンゴでこう、ビンゴになったらいいみたいなやつ。もう、運ね、ほんとに運のやつなんだけど、くる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 って思って、ビンゴみたいなやつ。あれがハマっちゃったんですよ。もうあれずっとやってました。結局ずっとそれやってました。うん。私が。 で、姉ちゃんがね、もう、違うとこ行っちゃって。私も一人ずっとこう、やったの。くるくるくる。毎回こう、10個インベッドして、なんかリンゴがもらえるのね。そのリンゴを、なんかいっぱい貯めるといいみたいな。10個貯めるといいみたいな。そうそうそう。でそのリンゴをすごく、いっぱい貯めてたんです。そう、加工のそのあれやつ。 結構つえそんな使って、だからメダルって、そこまでいっぱいお金使わなくても、私たち5、6時間いたんですけど <laughs>、めっちゃいたんですけど、いや、すごい楽しかった。でもね、結局ね、全然いかなかったんだよね。元取れるぐらいしか当たらなくて、全然。一番、 多く当たって、コイン50枚とかしか当たんなかったの。だから、すごい地味に稼いでったのね。10枚ベットして、15コインもらってばい十10枚ベットして、15コインぐらいもらってばいみたいな感じで持ってくってた。じわじわじわ貯めてたんだけど、やっぱ結局でもなくなっちゃって。<laughs> 全然なメだった。いや、でもすごく楽しかったの、それが。なんか、きゃ。 なんかこうり、おじいちゃん、平日だったから、おじいちゃんとかがこう近くにいて、すごいおじいちゃんたちって結構静かにこうやってやってるんですよ。あ、若い子ももちろんいたんだけどね。あの、小学生ぐらいの男の子とかも全然いたんだけど、そうそう。いたんだけど、おじいちゃんがそこ結構去ったんです。それで私は一人で、キャーとか、ワーとかやってたんですよ。そしたら、隣のおじさんに、 なんか、ちょっと笑われて、恥ずかしくなった。本当に。でもすごい楽しかった。本当にもう楽しかったです。いやー、面白かったね。でもなんか、あんまり、あれ上手じゃなかったみたい。<laughs> すごい楽しかったです。でも、メダルちゃんちゃんちゃんって言って。うん。なんかね、姉ちゃんいなくなっちゃったら、喋る人がいなくなっちゃって、なんか結構ね、一人では笑ってました。 楽しかった。でもね、1 0じゃあ、個か。10個リンゴをこうやって集めなきゃいけないんだけど、8個まで集まったんだけど、全部なくなっちたんだよね。そう。コインが。あ、でもつ成ゲームだって思ったんだけど、ダ <laughs> メだ,だった。<laughs> いかなかったよ。いや、でもね、楽しかった、本当に。だから、たまに、 ちょっと、あ、初見さんちチックラさん、ヤッホー、どうも、カジですよ。よかったら見に行ってくれると嬉しいね。あ、いすぎあ、そんなにいたんかなって、結構いた、結構いたか。結構いたか。やばいやばい、結構いたかもしれない。いやー、ほんとに。で、なんだっけたまにこう、ば ガッてね、30枚ぐらい当たって、イエーイってなった時次になんか50枚ぐらいかけたくて、50ベッドガッて言ったらもう全部ぼって行かれたりとかさ、するの。なんか本当に運なくて、なんか姉ちゃんとかと隣で当たってた時も、私は本当に運がないみたいで、なんかダメ。運がなさすぎるらしい、結構。そう。いや、面白かったね、本当に。 <laughs> 普通は10個溜まるまでやっちゃうんだけど、まあ、あのー、なんか、もう、なんかわかんないけどなんかやめられた。<laughs> 終わっちゃったって感じ。そうそうそう。や,かやってみながら,ら昔ちっちゃい頃って、コイン 10, 10枚とかしかさ、お母さんからもらえないじゃん。だからこういうおっきいやつを、わっ,ってこう自分でガッてやって、わっ,ってやりたいタイプだったの。 <laughs> やってみたかったの。や、やるじゃん。全部いら、いかれるのよ。あ、あ、あああし今週とか言って、一人で。<laughs> でも、あー次14入れば100枚いくなーと思って。13に入るし、弾がね、こうくるくる回ってるのが。それで、2入れば、あ、真ん中が開くと思って、って言ったら1に入るし、あとちょっとじゃーんとか、思いながらずっとやったけど、 もう、何も考えないで、あの、たまたまボスから LINE が来た時があったんですよ。ボスからね、こう、返しまきっかけのことに、この LINE が来たの、たまたま。この、ベットして、くる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 回ってる時、とルーレット。ルーレットくるくるくる回ってる時に、あ、やばいボスから LINE が来たと思って、ポッポッポッって LINE を返したの。あ、これはこれでお願いしますって言って、ペって返して。パッて見たら50円を受けてたの。何があったんだろう。でもなんか、 ワンペアだったんだよね、でも。でも、50。50よ。あ、ワンペアってよね。何ビンゴしてたの。1ビンゴ。んで、私、見たみんなかったの。で、私がビンゴになったのに、全然喜ばなかったもんだから、周りのおじさんが、なんで、何を目的として、あの子はやっているんだろう、みたいな感じの目で見てたの。私はビンゴをさ、のために頑張ってあんなはしゃいでたのに、 結局弁護した時に、騒がないから、私が。なんか、おじさんがなんか、あん子は何を目的にやってるんだろうっていう顔してきたんだよね。それもなんかすごく恥ずかしかったことでした。はい。そう、したらね、ね、やってる最中にね、姉ちゃんから電話来て。いや、同じゲームセンターにいるんだけど。電話来たなんだろうって、って電話しても。何も聞こえないのよ。ま ゲームセンターだから、何も聞こえない。結局消えちゃって。言って言ったら、上来てって来たから上に行ったの。したらなんかねちゃん、エヴァンゲリオンのパチンコみたいなのやってて。そういうなんかメダルでやるやつでさ、めっちゃ儲けてたの。<laughs> なんかめ、めっちゃ儲けてて、なんかこんな大きいカゴに、めっちゃメダル出てて、そしたら姉ちゃんが、なんかちょっとやったらめっちゃ儲けた、みたいなこと言って。 なんかこんな、私は、地道にベッドして、メダルを、ちょっとずつカモンカモンしてたのに、知らないで姉ちゃんがエヴァンゲリオンでこんな、こんな大きいやつにさ、いっぱい入ってんの。黄色い透明な入れ物にね。いや、焦ったよ。クソでしょって言って。いや、まさか姉ちゃんがこうね、こんなチャラ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 。 やってると思わないじゃん。そうそうそう。本当に面白かった。何あれなんかめっちゃ儲けてて、ちょうだいって言った。<laughs> とりあえず <laughs>。そんな時間経ってないよ、姉ちゃんが。私がずっとやってるもんだから、姉ちゃんがぴゅってどっか行っちゃったんだよね。うん。どこ行ったんだろうって思ったら、すごい儲けてた。 メダルいっぱい出てたもん。じゃらじゃら。こんな、こんななって。あれ、私、私は普通にこうメダル交換機みたいので、じゃらじゃらじゃらって出したの。あーって。そしたら、ま、このカップカップ一個分ぐらいだったのね。うん。そう。で、姉ちゃんは、 500円ぐらいしか使ってなかったの。で、500円って、50枚とかかなそう、50枚とかなんですよ。100円で10枚くらいだったと思うから、50枚くらいだと思うんだけど、うん、すごいの。やばくない姉 <laughs> ちゃんもなんかさ、なんかすごい出てきたみたいな感じの顔でさ、<laughs> めっちゃ見てきて、ちょっと、 頭にカチンって来たよね。嘘だけど。いや、でも、でも、もら、くださいって言ってもらってさ。<laughs> 面白かったですよ。だってね、じゃただ座ってるだけなんだもん、こうやって。て <laughs>、でも、てう,もう私が行った時にはまだ出てる状態だったの。ドルム、なにメダルメダルが。<laughs> まだ全然、なんかまだど出てる状態で。

やりたいよって言って。うん。そう、学園してそう。そう、めっちゃ学園してた。してた、してた。で、結局、姉ちゃんも、もうメダル出る分出たから、もう、学園中だったのかな学園終わったのか分かんないけど、もう、と途中で席立っちゃってたけどね。 学園なのだったのかなわかんないけどね。それでみんな、うわ、いっぱい取れたって言た、いっぱいある、あっぱいあるって言って、行った。テレ東かなって。やばい。いっぱい取れたって言って。大きい、一番大きいやつに挑戦しに行った。なんかガチの方がいらっしゃる、いらっしゃいそうなやつね。わかんないけど。でも、いるの。 いろいろ、いっぱいいた、こう一人でやってるカットおじいちゃんとかおばあちゃんとかいっぱいいて、その中に、入ってみたの。<laughs> わかんない。あの、普通のやつなんだけどね。普通のやつなんだけど、のっきいなんかすごい、すごい、すごそうなやつに行ってみたの。そうそう。で、わーって言ってたら、それも、なんかこうスロットみたいなやつで、ガラ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 ってっ、ぎゅー、じゃんじゃん。 リーチ、ルルンチュンチュンチュン。ロロってなんかこうなるやつね。ルーレットここなんかこう。またはこうやって押してチャリンって出るやつなんだけど。あと穴に入れるとルーレットもあるよみたいなメダルのゲームやってきたんだけど。うん。やってたの。でなんかそれもまた弾落とすといいみたいなやつだし。ルーレットで、ね、当たると7 7七とか八八 8, 8, 8とか当たると。 当たると、なんかこうなんか丸いのもらえて、それ10個貯めると、だから10回当たると、ジャックポットに行けるやつがあるのね。それで、10、結構簡単に10回当たるのよ、それ。で、赤が当たると、またそれも格変になって、格変になってさ、くる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 ,くる回ってるの、ずっと。赤が当たるとね。で、私たちずっと格変してたの。 ね、でもねでもね10個当たってなんだっけ10個当たってうわジャックポット逃げるかもしれないみたいになるの。でくるくるた、ま、卵くる,くるくるくる回って私たちな 400?400 400とか当たったのねやばいめっちゃ出るって言ってメダルいっぱい落ちてきたの。その メダルを押し引きしてるところに、うわーい、っぱい来た、いっぱい来たって、うわーって流れてるんだけど、結局手元に押してくるのが30枚ぐらいで。あ <laughs> れあ、そんなもんのって思って、なんかすごい燃費が悪いの、それめっちゃ。燃費悪すぎて、やばかったんですよね。ずーっと。あ、そう。探検のやつ。そう、なんか探検のそごろぐみたいなやつ。 でもずっと確認してたの。で、結局、メダル、何回も、その、なんか、ジャックポットへの道、みたいなのが、なんか、くるくるくる回って、400わーって出て、で、なんか、次150出て、わーってなったーってなるんだけど、全然出ないの。20枚とか10枚とか5枚とか、全然パーって出てくるだけで、全然出てこなくて、めっちゃ年配悪いって思いながら、すっごい楽しかったんだけど、 だってずっと確変してるから、だってずっと赤ぼっか、赤ぼっか揃うの。ん、でもね、帰ってこないの。<laughs> あんまり。<laughs> でもすごい楽しかったし、長く、長くはでも全然できたんだけどね。うん。ちょいちょい出てくるからっていうのもあるのかな。こう、ばーって、わーって、メダルがばーって出てきた時に、全然出てこない。<laughs> っていうのをずっとやってて、結局、確変中に、 メダルが全部なくなっちゃって、バイバイした。あ、終わっちゃったよって言って。それでもう、もう梶島家の手持ちのメダル全部なくなっちゃったもん、それで。だからそれで終わりにした。楽しかった、あーでも <laughs>。なんかね、すごいね、ちっちゃい頃をね、思い出したよね。よくやってたなって思って。すごい楽しかったです。<laughs> すごいみたいなやつだそうそうそういやー面白かった本当にあマックさんありがとうマックさんたっこありがとうございますイエーありがとう確認中にメダルなく <laughs> 詐欺じゃないよだってメダルゲームってそういうもんでしょ <laughs> 当たると思ってやってないよねでも,も楽しかったですけど <laughs> 面白かった そう、でもなんか途中で、なんかね、なんだっけ、その、その何、最後のそう、ね、燃費の悪いって言っちゃうんだけど、燃費の悪いメダルゲームをやる前に、なんかこうやってさ、魚釣れるのがあるんだよね。こういう、クイ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 ってやって、こう釣るやつ、シュンってやって、こうやってくる,るってやるのがあったの。そうそうそう。なんだっけ。 竿をこうやって選んでさ、竿がなんか10円とか、10, 10枚とか50枚とか100枚とかこう選ばれ、選べて、釣れるやつがあったんだけど、なんか、めっちゃ、急にね、その魚釣りの台がボーンって言い始めたの。近くで。で、なんか巨大な、サメ出現みたいな感じになったから、 え、やりたいって言って、めっちゃメダル入れて、私、いやーって言って、くるーって一人で釣ってたの。ね、誰もやってなかったから、<laughs> 私だけだったんだけど、いややって釣ったんだけど、釣れなくて、100枚無駄にした。<laughs> なんかめっちゃめにいっちゃやってもら、あー、あ釣れない釣れないって言って、もう、サーメバイバイしちゃって、釣れなかったわ。そんな、 ダメだった、やっちゃう。うん。<laughs> ダメだった、あんまり、そういう大物だけ狙っていこうってしちゃダメなんだなって。思ったよ。2画面のやつなんか、こう、大きい画面があって、こう、周りに、こう、竿がいっぱいある。って、こう、持って。いやっ。ってやるやつ <laughs> が。があったんです。そう、あったの。 やらなかったヨキャちゃんやなかったね大好きなんだけどねヨーキャちゃんもやってない <laughs> や面白かったそれがでも一番無駄な出費 <laughs> だった <laughs> ってめっちゃ思っ <laughs> そうですねおわあ誰ツアーのチケット売ってます誰かが買ってくださいました 糸ちゃん。糸ちゃんすごいありがとうございます嘘ありがとうございます。感謝です。ありがとう嘘大阪の昼。 飛んできました、チケット。マジで。ひとちゃん見てますか見てますかありがとうございました。嬉しい。<laughs> ショールームで買い物しなくて、普通に買ってしまったよ。あで、3日目ぐらいから始めたのこれ。あ、そうなの <laughs> よかったら、全公演売ってるので、ちょっと、あ検討だけでもした。 糸ち,、ね、ちゃん、見てる。ありがとうございます。えー、それでは、糸ちゃんには、会島の直筆メッセージ、そして、糸ちゃんの何、何住所、名前など、宛名を全部私が生でお書きいたします。そしたらお送りいたしますので、お待ちください。ありがとうございます。大阪ね。 この間お酒行ってきましたけど、またツアー6月に、6月30日に行ける、うわ、6月30日に行けるということで、お楽しみにしていてください。多分最高な感じになります。よろしく。ありがとうございます。嬉しいね。チケット売れた。3枚目かな。全部。嬉しいね。 皆さんもぜひ、全部チケット売ってるので、買ってください。<laughs> お待ちしてます。ちゃんと一つ一つ、丁寧にお書きしました。今日は何をやるんすかドロスコやります <laughs> やるじゃあ、イちゃんに向って。糸ちゃん。ドロスコスコスコラブチューニュ。 じゃックボットドドスコーダメです <laughs> ドドスコーあげるよはいおめでとうありがとうございましたはい歌人号でしたそうでまだこれにはまだ話の続きがあってね 今日姉、ね、ちゃんと、かっぱ寿司に行ってきました。<laughs> したら回ってないの。もう新幹線。新幹線よ。全部。全然回ってなかったです。もうあんなやめたんだね、みんな。すごいん洗濯バサみじゃいな,なんだっけ新幹線 新幹線ですごい。来たよ。カジノ、ルーム、チケット、歌唱の声のみ。うん、うん、全部買えます。大阪、柏、新宿、新横浜、静岡、5カ所、昼、夜、全部。買えます。もう新幹線ばっかり来ましたよ。コーン食べたんだけど、コーンがね、 たまたま忙しかったのかな活発しわ分かんないんだけど、明らかにマヨネーズの方が多くて、コーン4つ粒、4つらいしか乗って、のってなくて、なんから、マヨネーズご飯みたいになったの。なくなくないよねコーンで不発コーンで、なんて言うのコーンで、失敗するのっていうのかな。<laughs> かマヨネーズご飯みたいになった。<laughs> 美味しかったですよ。 あれは時間だったんじゃないなんかね、もうね、回転寿司のあの、回転するレーンもなかったの。新幹線のレールだけ。<laughs> 新しくなってたよ。なんか、時代は変わるんね。ねえ、しんどくないねえ、そうしんどかったの、ほんとに。コーン4粒だよ。ねえ、マヨネーズとご飯だよ。わーって もまだ新幹線のさシステムに慣れてなくて、ポテト頼んだんだけど、<laughs> あの、撮る前に、あの、新幹線をね、発車すんのね。撮ったら、発車すると戻ってくの、新幹線が。で、なんかわかんないんだけど、こう画面にね、発車するっていうボタンが出たの、こう、ポテトが届いた時に。そう。ポテトが届いた時に、 ボタンがパッと出てきたから、とりあえずピッと押しちゃったの。そしたら、ポテト乗っけたまま帰りそうになったから、おめき危ないって言うでポテト落とったよ。<laughs> <laughs> とかね、結構いろんなのね、い <laughs> ろんな面白いことがあったよ。うん。かっぱし。いや、美味しかった。美味しかったです。そう。<laughs> <laughs> なんか帰ってっちゃったからさ。 危なかったよ、ポテトーって思って。結構いろんなアプリンがあったけど。ポテト投けてたてだんだから、ちょっと指にさ、こう、危ないでて言いそれ取った時に、ポテトシューンって来てさ、指熱かったわ、ちょっと。ほんとに、面白かったよ。<laughs> ちょっと指熱かったけどね。あ、で、絶対寿司屋さんでポテト頼むんだ。 いやー、面白かった。そして、まあ、寿司をお姉ちゃんと二人で食べて、帰りに、あのー、まあ、帰りに、まあ、今日この後なんか私がお腹空いたよって言った。そしあ私が頭の中でバッて思いついた。31の件この間もらったわって。 フライドのニコ生の生放送の時に私は優勝して、サーティワンのね、剣を3000円分、実は、いただいてまして。せっかくならそれを食べようと思って。で、姉ちゃんが、姉ちゃんがいたから、姉ちゃんもサーティワン食べようよって言って。私が、3000円持ってるからって言って。そう。で、姉ちゃんが食べるって言うから。で、一回家帰ったの。サーティワンの剣持って、持って帰りに。で、家帰って、 マティアンの件持ったら、パパが早帰り、お仕事早く終わってて、で、パパがいたから、パパサーティアン食べないって言って。パパ誘って、パパ車乗っけて、3人で出発して。ママが仕事終わって、終わってたと思って、パパが、せっかくならママも呼ぶばって言って。ママサーティアン食べないって言って。<laughs> 近くのサーティアンの前集合して、<laughs> ね。 うちらののが後に着いたんだけど、ママがさっき今先ついてて、もう選んでんの。何食べようか <laughs>。すぐバーンって <laughs>。バーンって、バーンって。選んでんの。で、集合して、食べてさ、何するみんなって言って。すごい、私が言うんだよ、それを。みんな何食べたいって。みんな何食べたいって。あ、なかなか言わないじゃん、私。一番、したよ。この家族の中で。 この方、じいじちょっとね、体調あんま、たいちゃんもよくないの。そうなの、じいじ。じいじはね、元気になったらアイス食べいこうねって、思う。そう。で、呼んで、みんなで、私が先頭を切って。みんな何食べるって言って。さ <laughs>、パパがストロベリーチー,チーズケーキって言って。姉ちゃんが、ジャモカナッツみたい ジャモッカのナッツ、ジャモッカコーヒーナッツみたいなの、よくわからないやつ。私が食べたいって言ったやつを、姉ちゃんが買ってて。そうママがさ、もうなんか、絶対私のショールーム見てたんだろうなって、思うんだけど、ダイナゴンって言ってきたの。<laughs> 知ってますかダイナゴン小豆。31の。で、私、 読めなくて、ショールームでね、みんなに聞いたんだよね。これんて読むの知ってるこれ。これダイナゴンって読むの知らなくて、皆さんが、そう皆さんが教えてくれた、皆さんに教えてもらったんですよ、これ。んて読むんですかって言ったら。 でカタカナで、ね、ダイナゴンって帰ってきたから、私これダイナゴンだと思ったの。ダイナゴンなんだね。私も言えるようになったからね。そう、でも、ダイナゴンって言ってきたもんだから、嘘でしょってなるじゃん。私ドラゴンみたいになっちゃうんだよね、ダイナゴン。そう、アクセントは、あ。ダイナゴン。ダイナゴン。そう、ダイナゴン。 ダイナゴンって言ってきたから、もう私はもう頭ダイナゴンなの。だからそのダイナゴンのまま、注文私がしたから、すみません、あの、私、あの、桜んぼのやつ、パパストロビーチーズケーキって言って、ママ、ちょっと言って言ってって言ったらママが、ダイナゴンで、みたいな感じで言って。あれだ、ちゃんと言ったのかなダイナゴンあずきって言ったのかなちゃんと。ダイナゴンあずきって言ったの。いや、私も絶対言えないと思って。 いや、ダイナゴンって言うと、ニヤニヤしながらダイナゴンを私って言って、もう嫌だった。<laughs> そう、みんなで食べましただから、ダイナゴン。あれじゃダイナゴン食べてないけど、まあ、すごい人にダイナゴン食べてましたよ。うん。よかった、でも、みんな、楽しそうに、食べてたし。よかった、集合できて。 面白かった。<laughs> ね、一回こう、ダイナコンって聞いちゃうと、ダイナの子が頭がなれなくなっちゃって、究極なんだっけってなっちゃうから、難しいよね。<laughs> 皆さんもよかったら、食べてみてください。ダイナの子。あ、ショールームの一列でってならなかった。<laughs> ならないよかったならなくて。知ってたらめっちゃ難しいじゃんだってね、ほんとに。 いや、面白かった。です。家族4人でアイス食べて。美味しかったですよだ、まあ。食べてないんだけど。私、チェリー食べました。あの、チェリーなんたらかんたらってやつ。桜もちが食べたいって言ってるやつ。食べたらね、チュッパチャップスみたいな味した。アイスっぽくなかったよ、でも。うん、でもすごい美味しかったです。皆様ぜひ。是非 <laughs> これはノミネートだよ、完全に。 いやー美味しかったです。はい。ということで、皆さん、今日のショールームはどうでしたか花火 <laughs> コーナーの方ですよね。応援してます。それね、あの、建物ロケに行った時にあったの。そういうのが、そういう言っていただくことがね、嬉しかった。市原、な行った時、市原の行った時に、そう。私、ショールーム見てるんですって。 てくださった方がいらっしゃったら、ね、その地元の方で。嬉しかった、ほんとに。それはね、ありました、ありました。うわ誰勝ったのえみやひろさんみやひろさーん。格言だメダルゲームの話で30分かった。<laughs> 楽しかった。 ミヤヒョウさん見てますか見てますか <laughs> 見てる見ジャックポットだ。トラちゃん、ヤホウ。まて、あ、でも買ったってことはきっと見てるよね。ちょっとドスコお届けします。 あすごいあありがとう。鹿島ヒル公園館あ <laughs> ありがとうございます。鹿島の凱戦じゃないですか。千葉県、楽しみにしててね。よよろしく。それでは、鹿島の行きましょう。ただ <laughs> スカスカス、すスすラすくらぶ中に。 難しいね、ラブチューンするのはいきゃあありがとう鹿島の直筆メッセージそして直筆アテナをお書きしてお送りいたしますのでぜひ楽しみにお家で待っていてくださいよろしくお願いしますピンポンチいきますピンポンって <laughs> ああ恥ずかしかったはいということで今日も見てくださってありがとうございました 楽しかったですか今日はマンのオフの話でしたけども、楽しんでいただけたら幸いです。<laughs> メダルゲーム、お寿司、そして、サティワンと、いっぱいお話し,しましたが、また明日の朝からね、将来もやりますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。はい、ということで、 報告知。します。ただいまチケット販売中で、こあ。ただいまチケット販売中でございます。え?。どこやったっけ。あ、裏だな。さっきものが、あ、違うね。なが、多くて。送っ,っちゃった。あ、ここに入れたんだ。そうだ。 はい、まずちょっと販売中でございます。じゃーん。ツアーがもうすぐ始まります。じゃーん。皆さんどうでしょうかぜひね、全部の講演受付中でございます。カジのルームで買っていただくと、私の直筆のメッセージだったり、宛名を書いね、書い、ん書いたり、宛名を書いたりして、皆さんのもとにピンポンですので、ぜひ、 使っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして5月20日には、ハッシュタグカリシマきっかけ視聴ショールーム配信ということで、今回もこちらの皆さんが見ている画面で見ているショールームが出張配信をして、えっと、公開生放送でございます。下北沢のモナレコードさんの方で、夜お仕事終わりに来れるような時間帯から始まります。6月20日、下北沢のモナレコードさんでお待ちしております。今回は、 えー、荒井まなみパイセンが、アップアップガールズ過去カりのライ、荒井まなみパイセンがゲストとして来てくれます。今回は、チケット100倍売れるまで帰れませんという意気込んだ、えー、タイトルになっています。頑張ります。<laughs> そして、大好きな荒井さんが念願の、ダメ元でオファーしたらオッケーがもらいました。か <laughs> の来てくれることになってます。よかったら皆さんぜひ来てください。よろしくお願いいたします。そして、 えー、新都 5, 月あ5月19日は、えー、私の地元千葉県、そしてまかり新都心、えっ、ー、と、ヨモールまかり新都心にて、えっ、ー、と、観覧フリーのアイドルコンテンツエキスポに出演させていただきます。えぇ、ー、パップガールズ過去カリネさんも、プロレスちゃんも、人気も、全員出ますので、よろしくお願いいたします。ぜひ来てください。お待ちしております。はい。ということで、 カジカチのルームは以上です。この後、ゆりゆりが、えっと、メンバーの島崎ゆりやが、ショールームを配信するようなので、行きましょう。よろしくお願いいたします。はい。ということで、あと5分ぐらいあります。意外と、あってよかった。ゆりゆりー、頼みてないかさすがに、ゆりり準備中かな 何するんだろゆりりはゆりり何するんかななんかそれ繋げられるんじゃないかななんかね難しいねなんか意外となかったゆりり頑張れゆりり頑張れあラクちゃん待って待ってあららラクちゃんのもやってるそうですよ ペンギンの話。ペンギンってなんだっけペンギンの話なんだっけはい、ユリアです。あ、全然ユリゆりじゃない。あれそれユリゆりじゃないよ。ユリゆりじゃない。じゃあ、思いっきり衣ャです、やりましょうか。 どうでしょうかそれではお手を拝借しましょうかそれではいきますお手を拝借せーの以上ですじゃあねバイバイありがとうみんな見てくれて最後まで感謝です